松島なほみ、スーパーの店員に暴言を吐く、よう、そんなうるな、18日、放送の、人生が変わる1分間の審議話、日本テレビ系で、タレントの松島なほみが、スーパーの店員にクレームを入れていたことを明かした。番組では、まるに人気のあの人は、本当に、幸せなのかをテーマに、 ママタレとして人気の松島がゲストとして登場した。松島は今どうしても言いたいこととしてひき肉の産地を明確にしてと訴えた。松島は料理の腕に自信がないため素材を選ぶことで味を良くしたいのだという。ハンバーグを作る場合には。 美味しいイメージのある九州の黒豚や黒毛和牛のひき肉を買いたいそうしかしスーパーのひき肉には国産とだけ書いてあり詳細な産地の記載はない松島はひき肉を持ってスーパーの裏に入り括ひき肉の産地教えてくださいと質問するという松島の質問にスーパーの店員は ひき肉はいろんな県をまたいでるから産地を特定できないと説明したようだ。すると納得できない松島はよう損願売るなとスーパーの店員に言い放ったのだとか。